はい皆さんお疲れ様ですこのめですす今日はですねあのドラマの「ですね相棒が復活する」っていう話をしたいと思いますで10月からのですね、まあ、秋のドラマで復活するんですけれども、まあ、正直ですね今年の3月にあの最終回になってですねシーズン20だったかなが終わる時にもうなんか完全に最終回になってしまうのかなとちょっと思ってたんでですねちょっと寂しいなと思ってたんですけど復活するっていうことでちょっとラッキーと思って嬉しかったんですけどさら、まあ、にですねすごいことが分かります なんとですね初代のですねあの相棒だった寺脇康文さんが演じる亀山薫がですねあの14年ぶりにあの、まあ、相棒として復活するっていうことがですね 分かりましたこれはちょっともうびっくりですしう、まあ、嬉しいニュースですね。でやっぱりですねあの、まあ、初代のですね相棒ということで一番こう思い入れがあるというかですねあの一番ぴったり来るなっていう感じはしてたんでです、ね、ちょっと嬉しいなと思います。まあ、ちなみにですねあの相棒の流れがどうなっていたかっていうとですねちょっとこうまとめているんですけれどもあとでちょっとおかみの話もしたいと思うんですけれども、まあ、初代のですねあの、まあ まあ、寺脇さんが演じてたあた亀山薫これがですねあの2000年この2000年の時はですね単発ドラマみたいだったんですけどももすごいですよねもう22年もやってるんですね単発、まあ、ドラマからか始まったみたいなんですけども、まあ、連続ドラマになってから2008年の12月まであのやってますそれからですねあの、まあ、及川さんもこれも結構イメージ強いですよね神戸なんでしたっけねこれが神戸たけるだ神戸たける がえっと、やってたのが、えっと、2009年の3月から2020 2012年の3月までですね。であと成宮さんはちょっとあんまり。 記憶にはないんですけども、まあ回通るですね。これが2012年の10月から2015年の3月までです。それからですね、あの前回までやってたの、それ松さんが演じてたあのカブラですね、があの2015年の10月からまあ最終回、まあ2020年の3月までっていうことだったんですけど、これですね、私あのちょっとまとめていてですね、あのある法則を発見しました。まあ多分気づいている人いっぱいいるんでしょうけども、皆さん一文字で、しかもですね、あのひらがなになる 直すと3文字で最後が「る」で終わるっていう。 まあどうでもいい情報なんですけども、まあ、次はですねちょっと女将の方を見ていきたいと思います女将はですね歴代3人ですで最初はですねあの高木紗耶さん演じるあの宮部玉紀っていう役なんですけども、まあ、この人はあの右京さんのです、ね、奥さんという元奥さんという設定だったようですねがですねあのちょっと最初からいたかどうかっていうのはちょっと私確認取れてないんですけど2011年の10月までで降板してるみたいです、まあ、この後ですねちょっと沖縄に に行かかれてなんかちょっと変になっちゃったみたいなんですけどもまああのその次がですねこれ一番長いあの鈴木安住さんなんですけども、まあ、月本幸子ですねで2006年の3月から2019年の3月までで13年こんなやっぱ長くやってたんですねあの、まあ、すごいなと思いますね私一番あの、まあ、鈴木安住があがぴったりだったなっていう気がしますけどねでその次がですねあの あの小手まりことですね小出まりさんあの森口陽子さんがこうやってたんですけどもこの人綺麗ですよね50代半ばなんですけども全然もう綺麗だと思います、まあ、がですね最終回までやってるということになりますねでですねちょっと記事を見ていきたいと思います水谷豊主演の人気シリーズの最新作「相棒21」 が10月よりツー,クールで放送されることが決定さらに初代相棒亀山薫役の寺脇康文が5代目相棒を務めることが発表されたもう嬉しいですね2000年にドラマス,スペシャルドラマとして誕生して以来国民的ドラマとして定着した相棒 歴代最長と7シーズンにわたる杉下右京の相棒を務め前シーズンで卒業した冠木渡るの後を継ぐ5代目相棒に決定したのは寺脇役を演じる初代相棒亀山香織。新シーズンでは右京と香織が約14年ぶりにタッグを組むでこれ、亀山香織ってですねあの最後退職して辞めたんですけどもまあどうやって で、こうあの復活するのかっていうのも楽しみですよね。たまたま偶然会うのか、何か因縁があってこう。また会うのかですね。そのその辺もちょっと楽しみだなと思います。<laughs> と渡る。鏑木渡るですかねがえっと匿名。係を離れたのはシーズン20の最終回法務省時代の上司春日部から公安庁。の 改革を託され、警視庁退職。右京からもう少し一緒にやりませんか？と引き止められたが、渡るの決意は固く、二人は別の道を挟むことになった。私、これ最終回見たんですけどね。あのなんかちょっと悲しい感じの終わり方だって。もうこれで終わりかなと思ってました。でまあ、こんな感じでですね。あのまあ、10月からですね。番組とあの相棒の。 シーズン21位になるのかなが始まります。本当楽しみでしょうがないんですけども、まあですね。これがもしかしたら本当にこう。最終回本当の最終回になってしまうんじゃないかなという、ちょっと不安もあるんですけどもね。まあ、まずはですね。楽しみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。